皆さんこんにちは。今回は左片手練習についてお話したいと思います。前回はこのグランドホッケーのスティックを使って右肘の動き、右手片手打ち練習の時の面の感じ方とか面の使い方を解説したんですけども、このグランドホッケーはここも平面、面なので分かりやすいということでしたので、今回もグランドホッケーのスティックを使って面の動き、面の向きについて左手の練習方法についてお話していきたいと思います。はい、ではもう早速ですけども、左手のすごく大事な練習動きから説明していきたいと思います。で、以前にもお話したんですけども、左手の動きというのは左肘を伸ばし、この動き、この動きをマスターする必要があります。で、アイアンクラブと違ってここは筒状ではないので、断面が円ではない平面なので分かりやすいと思いますけども、何を言ってるかと言いますと、この面の部分がこのように返っていくような腕の動き、アームターンですよね、はしないでくださいっていうことなんですね。この面が常にこのように動くように左手を強化、感覚を敏感にしてくださいっていうことです。この動きが全てフェースの動きを制御することになるので、この練習は最も基本的で最も大切だというふうに思ってもらって大丈夫です。で、なぜならこれをクラブと見立てた場合、この動きというのは前傾すると実は体が動かなかったらこう動くんですね。つまりこの時にこのまま前傾すると、この面と自分の前傾角、アドレスの前傾角を等しく置いておいて、このままこういう手首の動きだけで面は向かっていきます。フェースは向かっていく。つまりこのように向かっていってはダメなんですね。このように向かっていくと左脇が開くし、フェースをここでボールの近くに来た時に直前でこう返さないといけない。この時がやはりフェース変化、急激な変化によってボールの直進性を失う。開いて当たって右に行く、閉じて当たって左へ行くっていう現象が起こる。なので左手片手練習をするときには、まずこれ結構しんどいんですけども、この動きをマスターしてほしい。で、以前の左片手練習の動画でも言ったんですけども、とにかくこの手首をほどくと左脇が開くっていうスイングはしてはいけませんので、このまま左脇を締めたまま回ってほしいんですね。この手首の動きだけの練習はあえて手の動きを覚えるだけで、実際はほどかずにこのまま回ってほしい。そうするとここからは手打ちではなくて左脇の締まった実は回転だけなんですね。こういう動きになります。なので手を返してるっていうことは実は起こっていない。ただこの角度を維持しながら体を回転しないといけないということを覚えないといけないので、こういう筋トレに近い感覚を磨くという意味でもすごく大切な練習なので、基本的な練習だけどもクラブであるとかこういうものが重たいんであれば、もう手だけでもいいと思います。で、この辺からやはりこう曲がってしまう人がほとんどなんですね。なのできついな、アイアンを逆に持ってやってもきついなっていう人はもうこれだけでいいと思います。とにかく左片手練習といえばもうこれが何につながるかわからない状態の時からもうこれを始めてください。これをやることによってクラブの動きがこういう動きになるっていうのが分かってきます。つまり手首の角度、この角度を左脇が開いて手首をほどいてという動きではなくて、このように体とともに回っていく動きが左手が導く、左手リードと言われますけども、この動きなんだなっていうのが分かってきます。なので、利き腕ではない、右利きの話で言うと、利き腕ではない方を強化する。筋力強化、意識的な感覚強化の意味でも、これは非常に大切になります。なので、この動きっていう練習、基本ドリルはやってください。これ日々やってもらったら、癖つきますので、ちょっと大変ですけども、やってみてください。では、この後、インパクトバックを叩きながら、ちょっと練習をしてみたいと思います。はい。では、このグラウンドホッケーで、このインパクトバックを叩きながら、左片手練習をやっていきたいと思います。この状態で、先ほど言いました。まずはこれでいいです。もう手首だけで。とにかく、こう、ほどかない。で、こう、左脇を浮かない。開かない。これだけでいいと思います。これ今、分かりやすいようにグラウンドホッケーのスティックでやってますけど、もちろんアイアンでやってもらったら、7番アイアン、ピッチングでも構わないでやってもらったら結構です。もうこれでいいと思います。これでいいと思います。で、打球後方線上から見ると、前傾したまま、この前傾したままっていうのはすごく大事なんですけども、こう叩いてほしいんですね。ここから右太もも内にグリップがあったとしたら、インパクトにこういく。こういく。決して左脇が開きながら、クラブヘッドがボールに向かっていって、直前で、っていうことはなし。このまま。というような意識で、左片手のインパクト練習をしてみてください。打球方向から見ますと、こういう動きです。手だけの動きでいうと。これが、体の回転がついてくると、左脇が締まったまま、このままで、こう押していく。胸前クラブで左手首がこの状態でこう返ってない。そういう風な意識で、左手を練習してください。面の向きはあくまでもこのインパクトバック、あるいはボール。を向いたまま、フェースが向いたまま体をターンさせる。左手はこのような意識。で、もちろん顔はボールからこちら側で見ておく。このような状態。で、左片手練習をアイアンの素振り、あるいは重たいんであれば、こういう感覚でいいと思います。で、やってみてください。では、左片手でボールを打ってみたいと思います。はい。では、実際にアイアンで打球練習、左片手の打球練習をしたいと思います。ここでウェッジ、50度のウェッジを持ってますけども、9番ピッチングでも構わないと思います。で、練習場におられるんでしたら、ティーアップのボールでやられたらいいと思います。あまり片手練習難しいので、マットの上でやっちゃうと手首痛めたりするので、ティーアップのボールで簡単にやっていけばいいと思います。で、まず先ほど言いましたように、手の動き、感覚、筋力を強化するための素振り練習をしましたので、まず手打ちでもいいやということで、手打ちで一回やってみたいと思います。手打ちの場合は先ほど言いましたように、ほどかないことと左脇が開かないことだけ意識して、この感じでいいと思います。で、ハンドファーストに構えて、これでいいと思います。で、実際は、ここからまた上達していって、実際に左片手、左メイン、左手リードでスイングを構築していこうというんであるならば、左脇を締めて、このほどかないようにして、体で回っていく。ここを支えにして、固定して回っていく。そういう練習をされたらいいと思います。で、このままで、体で回っていく。このような感じです。で、実際にプロもラウンド前、試合前に打球練習場で結構左片手で左手を起こすっていうんですか、左サイドを制御する、温める練習をしてます。で、その時に気をつけてることというのは、やはり左脇を締まって、グリップ、左手が体の近いところを通って、クラブがこのように、クラブの重さで、ヘッドの重さで、このように回っていく。体とともに回っていく。というようなことを意識してやってます。ですからまずはこの左リストドリルから始めて、この左脇の締まった体の回転というふうに左肩で練習をされていくと、スイングが改善されて上達していくと思います。ぜひやってみてください。はい、では今回の動画が良ければグッドボタン、チャンネルご登録もよろしくお願いします。それではエクセレントスイング目指してレッツゴー。